誕生日に贈る言葉。8月3日生まれの強運の持ち主のあなたに、キキ物語。8月3日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたは、成功を第一に考え、野心的で冒険好きで、勇気があり、ずば抜けた強運の持ち主です。優れたビジネスセンスと、壮大な将来の展望を持っています。ただし、アイディアや夢を実現するには、ひらめきと忍耐力が必要です。あなたは、投資家として成功する可能性を秘めてはいますが、過剰な楽観主義的側面があるので気をつけましょう。経済的安定により、すべての問題が解決すると考えがちです。また、考えつく計画が大きくなりすぎるのは、心の中の落ち着きのなさを表しています。富を得るためには、あなたが、男性であっても女性であっても、女性の存在が、成功へのキーポイントとなるでしょう。また、あなたは、勤勉ではあるものの、贅沢を好む傾向があります。幸せになるためには、物質面も必要ですが、自制心を働かせることも心がけましょう。19歳以降は、太陽が乙女座に移動し、高圧的なところが減り、分析的、実際的、内省的になります。仕事に時間を取られ、より、完璧かつ効率よく働く必要があります。49歳からは、太陽が天秤座に移動し、人間関係が深まり、また広がります。また、潜在的な芸術や文学の才能が花開くでしょう。8月3日の誕生花は、モントブレチア。花言葉は、楽しい思い出。ラムサからの今日のメッセージ。これから地上界に起ころうとしている壮大なドラマを知っている状態が存在し、それはこの展開の領域にも浸透している。そして、あなたはそのドラマの一つの役を演じるため、自分の筋書きを完了させるために、ここにやってきた。それでは、あなたにとって大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。